相撲が大好きな皆さんこんにちは最後までご覧になった後皆様の気持ちやご意見感想などをコメントに寄せていただけたら嬉しいですそれでは早速参りましょう今回は大相撲の八角理事長をめぐる一連の疑惑と相撲協会内の人事についてより詳しくお伝えします夏場所序盤戦で話題となっているのが十両の北の若の休場問題です 北の若は初日から休場し、その理由が明らかになっていないことから、憶測が広がっています。休場理由は腰痛とされていますが、4日目に出場した際の取り組み内容からは、到底、腰痛とは思えない、パフォーマンスを見せたと指摘する声もあります。さらに、同じ八角部屋の力士も、2人が初日に休場していることから、部屋内で何かトラブルが、 起きてていいいるるののでではないかと疑われているのです。この問題に関連してセクハラ隠蔽の疑惑について言及しました高藤力氏は公益法人日本相撲協会の理事長の部屋で起きた問題だとし事実であれば一大スキャンダルになると指摘確かな情報を機に発言していることを強調していますしかし現時点では一般市やスポーツ紙が この問題を報道していません。その理由は、確証や裏付けが取れていないためだと高藤力氏は分析しています。もし事実だとすれば、理事長辞任、八角部屋閉鎖、理事総辞職、さらには名古屋場所の中止にまで、発展する可能性があると言及。これは、過去の不祥事との整合性が取れないためで、教会トップのセクハラ問題は到底許されるものではなく、 スポンサーや NHK も容認できないだろうとの見解を示しました。一方で、時短による解決の可能性にも触れつつ、それではうやむやのままで済む話ではないと一周。教会内部から事情能力が働くことを、ギレに願うと訴えています。北の若の問題をめぐっては、八角理事長の身体にも影響を及ぼしかねない。 重大な事態だと受け止められています。理事長の座にある者が不祥事を起こせば、それは教会全体の信頼を大きく損ねる行為だからです。仮に事実だとすれば、トップの理事長が率先して真相解明にあたり、事実関係を明らかにした上で、厳正な処分を下すことが求められるでしょう。それができなければ、理事長の責任は免れません。 八角理事長の挙手にも注目が集まりまりす。次に二所ノ関親方の問題について掘り下げてみましょう二所ノ関親方は最近周囲から集中砲火を浴びているようですその理由について高藤力士は現役時代の相撲スタイルや引き際の悪さを挙げています二所ノ関親方は横綱に昇進するまでに時間がかかり いざ昇進してからも肝心な場面で負けが込んだり、怪我に泣かされたりと、横綱らしからぬ成績で、引き際も良くなかったと指摘。師匠の先代る門親方が存命中は、師匠の存在が三所の関親方への歯止めになっていましたが、師匠が亡くなったことで、二所の関親方に物を言える人物がいなくなり、それが現在の姿勢にも。 影響しているのではないかと分析しています。さらに、三書の関一見からは、弟子の中村さんが独立の話も出ているそうで、親方としての手腕が問われる少年場を迎えていると言えます。弟子を束ねられず、一門が分裂の危機に瀕しているのだとすれば、それは親方の資質が問われる、問題だと受け止めるべきでしょう。また、ファンからの人気も低下しているようで、 二所の関親方には一刻も早く信頼回復に向けた行動が求められています一方相撲協会の話題は尽きません3月25日に開かれた評議委員会で八角理事長の再選が全会一致で決まったことが明らかになりました八角理事長は大相撲の伝統文化の継承土俵の充実を使命として一生懸命に取り組んでまいります とのコメントを発表しており、八角理事長は5期目に突入することになりますが、その手腕には賛否両論があると言わざるを得ません。今期の八角政権は、前年度はコロナ禍の影響で30億円を超えるマイナスでしたが、今年度は4億8千万円のプラスとなり、4年ぶりの黒字決算を達成するなど、一定の成果を上げたと評価する声もあります。 ではこのニュースについて国民の声を聞いていきましょう。発覚体制で数々の不祥事が起こり続けてもなお、居座り続ける鈍感さに呆れる。トップとしての能力不足は明らかだが、本人含め権力にしがみつく連中が未だにか歩しているようでは、問いと一つ期待できない。どこの世界にも一度最高位につくとその座を降りる方は少ないようです。長く続けば周囲はご機嫌取りが多くなり。 マシマシ権力の手放しとは遠い世界ができてくるのが多くの組織の習い、相撲協会もその例に漏れず、歯向かう思考の持ち主は遠ざけられる、ロシアや中国でもある毎しと思うが日本にもそんな世界が身近にありましたね。立派な人とはどんな人を言うのでしょうね。難しいです。八角親方も、相撲界の現状を改善することができていないので、交代すべきだと思う。 数人の理事長候補者で交代制にした方が良い。現在の相撲協会の最大の問題は、力士に怪我等の負傷者が多すぎることである。スポーツの大会なのに、多くの力士はサポーターや絆創膏のようなものをつけ、歩くいときはビッグを引いて歩き、土俵から降りるときも強強降りている。言葉は悪いが、新勝者の相撲大会のようだ。 パラリンピック的でいいかもしれないが、やはり、力士が怪我をしない工夫をすることと、怪我をした力士は完治するまで出場させないことだ。場所中に次々救助者が出て、しばらくすると出てくる状況では、優勝の価値がないように思う。優勝は年間最高勝利者でもいいのかもしれない。要するに、力士が怪我すると相撲は面白くないし、プロのスポーツとは思えない。 八角理事長にうさんくささを感じてしまうのは私だけかな歴代理事長にこんなうさんくささを感じることはなかったから違和感ありありです。教会トップに逆らう人はいないだろうし逆らえば左遷されちゃうから偉くなったもん勝ちですね。まあそこはサラリーマンと一緒ですよ。 そんな組織内の醜い争いや人事なんかが取り上げられるのではなく、力士の活躍や相撲本来のネタがトップに来るような活動をお願いしたいです。とりあえず NHK は事業の特性を考えたら公務員と同じ給与水準にすべき。本来それをやって初めて適正なコンテンツへの支出議論ができるはず。 人件費は一切減らさず国民に対して提供するコンテンツは減らしますなどそんな道理が通ってはならない NHK に依存しない方がいいでしょう柴田山親方をこの交渉で左遷する必要はなかったと思う NHK 受信料に依存しない経営基盤を作ることは都合協会のためにもなるし力士のためにもなると思います 今のどっちつかずで儲けたいし流行らせたいけど元力士以外に重役を任せたくなくてどんどん良い力士が怪我で倒れていくという状況は不健全極まりないと思うよ。現役時代人気者だった元横綱などは今後の大相撲人気を支える大事なタレントでもある。八角理事長の未来感、対局観を感じさせない記事。 これが本当ならば、番付崩壊どころか国技そのものが衰退のスピードを加速化させることになる。しかし、これまでの8年間を振り返れば、春馬富士の暴行事件や高野花親方との確執、職員への残業代未払い問題、宮城野部屋の暴力問題など、前代未聞の不祥事が相次いで発覚しています。特に宮城野部屋の問題は、 師匠である元横綱、白鵬の責任が問われる事態。八角理事長の下で、なぜこうした不祥事が起きたのか。真相解明と再発防止に向けた具体策が求められます。一方、過去に最も長く理事長を務めた春日野理事長は、在任中の最大の功績として、両国国技館の建設を挙げることができます。 当時の国鉄から蔵前国技館を140億円で売却し両国の土地を50億円で購入銀行から1円も借りずに新しい国技館を建設したのですこの国技館は相撲協会にとって自社ビルのようなもの不動産としての価値とそれが生み出す信用力によって相撲協会は幾度となく経営難を乗り越えてこられたのです 八角理事長の下でも、こうした先人の知恵に学び、教会の財政基盤をさらに強化していくことが望まれます。しかし、現状は、トラブルの総合デパートとも揶揄されるありさま。教会内からは、理事長の定年65歳までまだ5年もあると、ため息をつく声も出ています。3月27日に開かれた理事会と年寄り総会でも、 物議を醸す人事が行われました。事業部長に春日野理事、広報部長に佐渡ヶ嶽理事が新たに就任した一方で、これまで広報部長を3期務めた柴田山理事は執行部から外れ、教習所長に回されたのです。柴田山理事が理事長の不況を買ったのは、八角理事長の懐刀中の懐刀ともいえる宮田主事に対し、 パワハラ問題などで甘い処分しか下さなかったことへの意義だったようです。処分の軽さに疑問を呈したところ、理事長の側近から怒鳴り込まれる事態になったと報じられています。組織のトップを監視、監督する役割を担う理事が、理事長の意向に逆らったことで、冷や飯を食わされるようでは、教会の事情能力は期待できません。また、新理事の中でも、 高田川親方や勝野浦親方は養殖についた一方宮城野部屋の問題で奔走した朝香山親方は九州場所の担当部長に回されるなど露骨な差がつけられています教会の方向性をめぐって意見の食い違いがあったことがこうした人事の背景にあるのかもしれません世間の注目を集める大相撲の運営を担う相撲協会だからこそ 執行部の人事は、その理由も含めて、透明性を確保することが重要だと考えま、現在、各界では数々の課題を抱えています。セクハラ疑惑や暴力問題、不適切な処分、不透明な人事、一つ一つを解決し、教会に対する信頼を、回復していかなければなりません。大相撲は日本の国技であり、国民的なスポーツです。 それだけに、相撲協会には、他のスポーツ団体よりも高い倫理観と、強いガバナンス、透明性の高い組織運営が、求められています。各界は今、大きな転換期を迎えています。土俵の熱戦と、協会の行方、今場所は、その両面から、注目される場所となるでしょう。土俵の内と外、そのどちらからも、目が離せない夏場所。 最後まで見守っていきたいと思います。